意外とお寿司とコーラって僕たまにやるんですけど飲んでたなポテチ卒業式におめでとうございますコーラ缶ポンって感じあ、そう、はい、そうそうそう、はい、Hey guys, this is Cathy Cat Coke! Pepsi! Which one is your favorite? Seems to be a big deal abroad. Let's find out what Japanese people drink the most. So let's go and ask Japanese. ちょっとコーラ飲んでますか？飲みますはい、飲んでます何でもすっきりしたい時に飲みたいっていうか飲みたくなる感じコカ・コーラはたまに飲みますどうですか？いや、飲みますねコカ・コーラたまに飲んでますか？めっちゃ飲んでます1日1本レベルで飲んでます同じくですねコーラ大好きなんで1日 500ml は飲むんじゃないかなぐらいの勢いでペプシはどうですか？飲みませんえ？なんで飲まんの？いや、コーラでいいかなみたいなペプシはどうでしょう？あ、飲んでますペプシ飲まないですねでもなんかペプシでも最近なんか炭酸が強く入ってるのとかはなんか眠たい時とかたまに、ほんとたまですけど飲みますねペプシよりはコーラ派です。そうですね。私もペプシよりコーラの方が飲みます。どっちの方派でしょうか？コーラかな。コーラです。コーラ。家で買うのはコカコーラ。コカコーラ。学校でももらった卒業式の日に。ねえ、もらったよね。卒業祝いに。え、コカコーラを？はい、コカコーラを学校で。誰に？コーラだ。コーラの会社で。コカコーラだよ。缶かな。缶。日光も。卒業式におめでとうございますコーラ缶ポンって感じ、はい、そうそうそうメッセージもらいました卒業おめでとうみたいな、はい、ああそれは缶の上に書いてあったんですかメッセージカードコカ・コーラの会社からはい、近くにコカ・コーラの工場とかあったりしてるんですか過去の住んでる近くにありますじゃあ選ぶならコーラかペプシーコーラですねコカ・コーラでしょどっちのところが好きですか炭酸が強いんでコーラの方がいやもうなんとなく定番気にして買ったことがないですコーラとかあんまりよく体に良くないって聞くのでなんでほんとたまにバイト後とかに飲みたくなったら飲むみたいなくらいですかね私普通の方が好きですなんかカロリーゼロの方ちょっと後味があんまり好きじゃなくて甘い方が好きなんでそっち飲みますコーラと一緒に合う食べ物は何でしょうハンバーガー、ポテチだよね美味しそう持ってく一歩大丈夫まだ夏までちょっと時間あるのでありがとうね頑張ろう頑張りますポテチポテチとかですね片揚げポテトの関西だし醤油味ですね関西から来てるんでチョコが大好きなんですじゃあなコーラと一緒ならチョコみたいな感じいやもう何でもなんでもいいかなって感じでも合うですよね。チョコは何でも美味しいですよね。ピザとか、ああなんかそういう系とか食べた時は、あんま食べ物と一緒には飲まなくて、自分が疲れて飲みたいなと思った時に飲んでます。コーラは基本的に何でも合うと思ってるんですけど、やっぱお肉とかハンバーガーとかアメリカンなものと一緒に、油っぽいものですか。意外とお寿司とコーラって僕たまにやるんですけど、飲んでたらそう意外とハマります。油っこいネタとかだと。コーラでさっぱりさしたいなっていう感じでどうやって発見したんですかお寿司屋さんにコーラがあったので飲んでみたらあこれいけるわって思って最近はそうですね日本酒とかよりコーラ飲んじゃう時が多いかもしれないです涼感とかまあ甘いですけど、まあ、テイストが違うんで意外といけたりしますねWell, that was a clear win for Coca-Cola. While looking at the videos, I was kind of surprised how much this looked like it was going to be a commercial. I don't know why everyone likes to drink Coca-Cola here and Pepsi is not so popular. Actually, Pepsi has a couple of interesting flavors here like Sakura flavor or Monster flavor or Secret flavor around Halloween. So they're trying their best to get down here to the Japanese market. So how about you, Pepsi or Coke? Which one? Let us know. Also, we asked other Japanese people questions in and around Japan, so be sure to click the link on the top right to find those. Thank you very much for watching, as always, and catch you soon. Bye!